うわ、これ投げるの強い。あの遠距離型ダメ。あ、旅を続ける。え、クソみたいな終わり方した。だけど大丈夫、これを保存したいわ。で、こっちの城からスタートできるんだよ。君が早く飯屋行かないと俺が死ぬんだって。あ、面白い。犠牲の精神。あ、やべえ、死んだところでスタートしちゃった。え、これリスタート機能なかったら本当だよね。絶望しかないよ。で、僕だけ飯屋入るんで、これで OK。 え、これ帰ったんすか。で、食べる。そばそば、もう一回食べない。全然 OK。 賭け事しに行こうぜ。ギャンブル、ギャンブル大好き。あー、くれ、女大好き。ここで3枚儲けた。ほら、これだけ金大好き。ここ一軒一軒入れるよ。見えたし、これ入れる。これすごいんだよ、めっちゃ細かく作られてるから。化け物たちは一体どこ行ったのかしら。元の町に戻ってよかったね、お二人ちゃん。俺たちがやったってバカじゃないね、このばあさん。ピロ。今も気づいたんですけど、これマリオカートいい。これ二人でやってたら、これ絶対炭酸抜けてるんですよ、三ツ矢サイダーの。砂糖水やった。使ってください。すごいすごい、とてもヒゲが取れる。大丈夫本当に。大丈夫、なんでこんな心から心配されたっけ。砂糖水、コーラの炭酸抜けたみたいな。よろずや入ろう、ここ安全。ここおにぎり買っとくてね、ほんとこれでいいんだよ。死にかけると勝手に腐ってくるんだよ。わらじ買った、わらじ買うと買った方がいいんじゃない。3枚ぐらい。3枚、あ、なんか1回ダメージ買った方がいいですかね。あ、でも2個しかないです。よし、帰ろう。よし、君はお金をかける権利はない、今日そんな君に。あ、やめ。これ死にかけると、わらじがなくなったわ、僕のわらじが。まあいいや。あ、これ占い屋さんいいよ。占いやろうぜ。占い、じゃあ一回ここセーブしよう。これ占いの結果次第によっては死ぬし生きるっていうイベントだから、ここセーブしとかないと死ぬ。ちょうど良いところに来た。今なら20代になるか。占いやれば、やれば、そんな足に見てもらえたのか。あ、やっぱ君のお金がなくとっていっちゃう。いや、俺なら使わない。そうだけど、君がなければ。おおお、なんていうんですか、このような運命の持ち主が5年ってとは、お主この先、とても良くない。あ、最高です。とても良くないことだって。なるほどね。素晴らしいじゃん。僕のお金から出しますよ、今度は。僕持ってる。俺、0両になっちゃった。これ僕のお金使ってから絶対当たりだから、やっぱり。めちゃくちゃ良くない。ほらほら見て、とても良いことが起きる。僕ね、あの、僕のお金ほんと力持ってるんで。たまたまですね。たまたまですね、これね。よし、盗め盗め。ほら、お金。俺のだ。やった、全部俺のとこ行った。あ、これ賭博できるか、賭博していこう。あ、待って、お金集めていくらか。やべ、50両でいいよ。あ、20両でいいよ。よし、これで OK。行こう。金かけよう。よし。金かけられる。ほら、ここ来たよ、トバック場。ここね、この運命の場所だから、僕と僕の運命の場所、ここでこのゲームの楽しさが変わったから。あんちゃん、あ、あたいと勝負しないかい。この先サイコロ3つってこの大将当てるんだ。10回、10以下なら勝、11以上なら大だ。おぉ、っていうけど、どっちかける。一緒な方にかけよう。うん、じゃあ、君も勝負しよう。さった、どっちかけよう。じゃあ君が決めていいよ。俺、じゃあ勝。じゃあ僕も勝だ。僕40両かけられる。40両しかかけられない。全部、ごめん、これ1000両かけられない。330両だね、僕。これ倍になってかけてくるわ。よし、来い来い。
だからこのゲームのここがいいんだよ。素晴らしいね。でもこれもう一回ね、これもう一回ね、あの僕持ってるんで。あ、やべ、台でかけちゃった。330回。来い台。おーいかったー。こっからどんどん元で増やしていくんだよ。ここが面白い。あれ、セーブできるの？あれ、君ね。あれ、よかった。そう、セーブ機能あった。ちょっと行き過ぎても。あれ、なんか。どっちかけだ？台かけだ？多分もう一回は台。台？うん。台行こう。あ、台かけて。俺台かけちゃったから。660両。全額回収。俺のピック。うわっ、二人とも泣いてる。ちょ、滝戻そうか。ちょ、今ね、事故ったね。おー、これで台来たらどうする。よかったでしょ。あ、来い。よし。おいー、台出んな、絶対出んな、台出んな。よっしゃー、そう、出やすいね。これ、だからって言って、ショーにかけると台出るよ、絶対。じゃあ、ショー一回かけてみよう。ショーにかけると絶対台出るから。絶対台出るよ。あれあれ、嘘でしょ。いや、詐欺ゲーさん、詐欺師です。すいません、やらせてまいりました。すいませんでした。謝罪します。おいー、ラッキー、もっともっとだ、もっと金くれ。こんな時をも乗せるパチンカさんいないからな、この辺大工。確か限界値が300両だったんですよ。だから次やってたら限界値までかけられる。イエーイ、俺だけ金持ち。パチンカスとかして。おお、当てた。ほら、金もだいぶ元で増えてきてんじゃん、だいぶ。行こうぜ、怖くなってきた。これ以上当てると絶対沼にはまるから。いや、それとも対人かよ。やっぱりここは冷静に、で、ここにセーブすると。あ、僕2万円だよ。もうこんだけ持ってたらもう何も敵なしで、ほぼ何でも買えるから。やべえ、そうだ、わらじがないの思い出した。こいつらに金あげたい。金あげたい。宿行こう、宿行こう。命優先、命優先、金より命優先で行こう。おお、来た。あ、やべえ、これ遅刻行きツアーだ。すいません、行き、まだちょっとあれ、ちょ、まだ体力回復しないと。あれ、ない、あ、ない。よし、行こう。ぶっ殺せ。よし、じゃあここで大江戸ツーリストで四国行こう。このコースどうする？ A コース、B コース、あ、全部のコースルート見ようぜ。じゃあせっかくだから。あ、見れるんすか？見るよ、ここでセーブしとけば。じゃあまず一番安いの行く、ケチで。これランダムなの？うん、ランダムっていうか、いや、 A コース、B コース、C コース、天井員はいません。え、 A コース全型。え、これちょっと黒い香りがしてきたぞ。気をつけていらっしゃい。気をつけてどういうこと？え？あ、あ、北朝鮮だろ。北朝鮮。脱北者の末路。うわー、ずるいよ、お前だけ。俺がせっかくもうあれみたいな。は？あ、あ、大江戸の一大使と来ては放っておけない。猫親分の似合うため、一城四国へ向かう五右衛門と恵比寿丸であった。なるほど。じゃあもう一個 B 見てみよう。普通に B ね。はい、 B、 はい、ライフが、ライフが2面の B。 添乗員はゴンベイさんですよ。楽しい旅をしてください。誰だよゴンベイさん、いじらないね。やめて。ノイズに聞こえるでしょ。ゴンベイさん、いい人じゃん。ノーマルだね。封しない、封するとすごいから。興味わかるけど、それすると後悔するやつ。自分が出てんの見て後悔するはめになる。あ、これって何がいいんですか？何がいいって、いや、だから一つ一つによって演出が違うんだよ。さっきさ、さっきと違うじゃん、また全部演出違うからすげえんだよ。 C コース見てみよう。これ一番高いの、ライフ6増えるって。
今今日一番泳いだ。え、アヘアヘだってよ。何してこす。あれこの時代にそぐわないもんが走ってるけど。これ一応江戸だよね。俺なんか飛んでるじゃん。うわ、一人だけ幸せ、二人だけ幸せ。俺の声でミシ。あ、待って、今日名前言った。名前言ったから、あのそこの部分カットね。ごめん。土下座してくれやるしちゃう。ほら。すいませんでした。いやいや、なんかエコーみたいな感じ聞こえてくる。よっしゃ、来た。というわけで、ここで。小判がさ、ツアー行かなくてもさ、うん、進められるの。ツー。ステージ。ステージツー、進められる。ちょ、待って、カット。カットじゃない。ちょ、ここで一旦終わりにしよう。だって、ここステージツーだから。三ツ矢サイダーもう、あの、ぬるいと思うんでも、ここで一回、バイバイ。さよなら。イケボだった。さよなら。